スのみんながうちに遊びに来て、愛梨は頑張ってみんなのことを覚えた。優しいお姉さんとお兄さんに構ってもらって、新鮮な体験で楽しくて、愛梨にとっても大事な思い出になったと思う。なのに佐々木くんに愛梨が懐くのを見てたら、うまく言えないけどモヤモヤしちゃって、なんでこんな時に渡の顔が浮かんでくるんだろう。次回「夢見る男子は現実主義者」第3話。夏服を薄着っていうのやめてくんない？